本日は八海山。スーパーで割引されていたマグロの刺身、僕は刺身が大好きなので今からめちゃくちゃテンションが上がっている。キッチンペーパーでマグロの水分を取ったら、バットに醤油大さじ1、みりん小さじ1を入れ、マグロを入れていく。ラップをして冷蔵庫へ。山芋の皮を剥き、すりおろしていく。余った分はラップをして冷蔵保存。続いてお刺身。今日は本マグロの赤身の刺身。これは持論だが、どんなに手の込んだ料理よりも刺身が結局一番幸せに感じる。余った妻はポン酢をかけて食う。うん、うまい。10分経ち、裏返して反対側もつける。再び冷蔵庫へ。さらに10分後。お、いい感じ。合計20分漬けたら漬けマグロの出来上がり。汁ごと皿に入れ、その上にとろろをかける。最後に小ネギを散らしてわさびを添えれば、本マグロの赤身の刺身と山かけ漬けマグロの完成。いただきます。うまい。いざ。日本酒と合う。八海山、久しぶりに飲んだけど飲みやすい、そしてうまい。続いて本マグロ赤身、わさびを添えて、うますぎ謙信。結局刺身が一番うまい。たまんねー。刺身には日本酒しか勝たん。刺身であればスーパーで買える低価格のものでも、幸せ度合いは高級料理店のどんな料理よりも幸せに感じる。あー、幸せだなー。うめー。あ、炙りタイム。片面だけ炙る。うまい。うん、刺身って炙って味変もできるからいいよな。やっぱ刺身といえばご飯でしょ。せいせいせい。
うまい、うますぎる、白飯止まらん。白飯の上に山かけ漬けマグロを乗っける。コンロで炙ってきた焼き海苔を散らせば、マグロ山かけ丼の完成。うん、スーパーうまい。マグロと山芋とご飯の組み合わせは言うまでもない。うん、焼き海苔の香ばしさも相まってうまさ倍増。そういえば日本酒って米でできてるから、米かける米だな。小さい頃父に連れられたスナックでマグロの刺身を食って感動してから、刺身の虜なんだよな。うん、もう日本酒を美味しく感じるくらいには大人にはなったかな。ごちそうさまでした。本当に幸せ。そういえばもうすぐ父の日か。日本酒でも送るとするか。ロミオの孤独の料理。